おははようございいますす川添さんです、はい、ここはですね次のミニトマト栽培の準備をしているハウスなんですけど前に農家さんからタダでもらったあの豚の堆肥を薄く巻いてそれから油かすそれと有機と化成肥料が混ざったやつを巻いていてであとですね炭を巻いていってるんですよ。 こちらのチップになってる炭で,す、ね、でよく農家さんとかがもみ殻とか炭を一緒に混ぜてくん単にしてから巻いているってねいうことがあると思うんですけど炭って水はけが悪いところでは水はけをよくしてくれたり水はけが良すぎるところでは保湿効果があったり結構ね万能薬というかおすすめかなと思いますあと連作障害とかそういったのを防いでくれたりはい でうちはですねシートなんで土が、あのー、奥深けまでかけないんですよねシートを破いちゃうからだから結構ガチガチになりやすくて少しでも改善、えー、していきたいのでこういったのを巻いたりするんですけどはいこれは去年は巻いてないけど前は巻いてたな。 天然ヤシラと炭をベースにしている微生物土壌改良剤ですね。まあ、連作障害の改善とかバチルス菌耐熱性放射線菌の働きによりとか、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、やっぱり土壌の通気性とか保,保水性とかね、まあ、いろいろそういったのが、まあ、僕にとってはちょっと大事だったんではい、まあ、今回はこちらを巻いてみました。 また、ホームセンターとかに行くと安くて売ってると思うんで、これはちょっと値段がね、まあそこそこするとは思うんですけど、もみ殻とか炭とかでね、まあ作ったり、いろいろお手軽にできると思うんで、よかったら参考にしてみてください。はい。ということで、今回はね、資材の紹介をしてみました。またよかったら、 チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。